リナーテ空港衝突事故は2001年10月8日にミラノのリナーテ空港で起こった航空事故である。乗員乗客110人を乗せたスカンジナビア航空686便コペンハーゲン業 MD-87 型機と4人が搭乗し、パリに向かっていたドイツ席のセスナサイテーションが視界50メートルのノームの中、 発走路上で衝突し、両機に登場していた全員が死亡したほか、686便が衝突した手荷物管理棟のイタリア人の地上職員8人が死傷した。事故当時空港は、ノームで、指定は50メートル程度だった。空港内のエプロンから別のエプロンへ移動しようとした、セスナ機が、ノームや空港の欠陥により、管制等の指示に反して、 スカンジナビア航空機が離陸体制に入っていた滑走路内にご侵入し、午前8時10分に、両機は衝突した。686便は時速146ノットで1から2メートルほど浮上し、右側の車輪がセスナ機の胴体に衝突して、右側のエンジンと車輪を喪失した。686便は9秒ほど飛行したが、 左エンジンは破片を吸い込んで出力が落ち、空港内の手荷物管理棟へ衝突した。満載した10トンの航空燃料が激しく炎上し、乗客乗員全員が死亡した。管制塔は、濃霧のため3分間も事故に気づかず、救助隊の出動が遅れた。また、セスナ機が見つかったのは25分後だった。セスナ機に搭乗していた4人のうち1人は、衝突によって死亡し、 残りは火災で死亡した。他に地上にいたイタリア人の職員4人が死亡し、4人が負傷した。セスナ機が本来進むべき R5 誘導路でなく R6 誘導路にご侵入したこと、及びそのご侵入に完成もパイロットも気づかなかったことが原因である。リナーテ空港は数年前に 地上レーダーを導入していたにもかかわらず、事故発生当時は使用していなかった。滑走路への R5 誘導路と R6 誘導路の分かれ目の標識は、後点ですら、非常に見にくく、さらに誘導路上に書かれていた文字がかすれて読みづらくなっており、これを、セスナ機のパイロットが誤認した可能性がある。また、誤侵入検知センサーは、誤作動が多いため止められていた。 セスナは滑走路上の S4 という標識を管制塔に報告したが、管制官の地図に S4 の表記はなく、管制官はこの報告を聞き流した。ノームのためセスナ機のパイロットは二人とも686便に気づかなかった。皮肉なことに、事故の前日にも同じように R5 誘導路と R6 誘導路を間違えて、 滑走路に侵入しようとした木が滑走中の滝とニアミスを起こし、あわや大惨事になるところだった。その事案が事故調査の最中に発見されたため、事故調査委員会は空港の設備に問題がある疑いを強めることになった。事故の約1ヶ月前、アメリカ同時多発テロ事件が起きたため、当初はテロも疑われた。2004年4月16日、 ミラノの裁判所はこの事故について、リナーテ空港の責任者と管制官に8年の懲役刑、全管制責任者と全空港長に6年6ヶ月の懲役刑の有罪判決を言い渡した。このうち2006年7月に行われた、控訴審では全管制責任者と全空港長に、 ついては刑罰を課さなかったほか、イタリア議会の恩赦によって罪に問われたものの刑罰も3年減刑され、2007年、イタリアの最高裁判所も、この控訴審の判断を指示した。コペンハーゲン業スカンジナビア航空686便、パリ業セスナキ686便乗客のうち、機体広報の乗客は、火傷による損傷が激しく痛い確認は困難だった。 686便犠牲者の身元判別方法は以下の通りである。2002年3月、リナーテ空港近くにあるフォルラニーニ公園内に犠牲者数と同じ118本のブナを植えたボスコディファッジという森がこの事故の追悼のためにオープンし、森の中にはスカンジナビア航空から寄付されたスウェーデンの彫刻家の作品が置かれた。八十六便には 若いスウェーデン人のカートレーシング選手が多数登場しており、その多くが死亡した。スウェーデンのカート界は大きな衝撃に覆われていたが、これをきっかけに国内のカートレーシングクラブは遺族らとともに若い選手を支援するための基金を設立することとなった。ありがとうございます。